久保さん、みんなの銀行、今日も入金ありました。ありがとうございます。もう毎日連続入金ですね。今日はいくらだったっけな、4500円ですか、3人入ってましたね。まあ今日で今年最後ですけど、人生の最後っていつなんでしょうね。今日が人生の最後と、もし生きるとするならば、毎年年末じゃないですかね。多くの人は今日が人生最後の日として、まあ生きてる人は少ないと思いますけど、まあ僕もそうは思ってないです。 なぜならば明日も多分生きてるんじゃないかなと。でも明日目が覚めないっていう、なんか今年僕が見たニュースの中で、なんかその注射をね、ワクチンの注射を打って2回目打って、でなんかその息子が起きてこないと、でそしたら死んでたっていうね。でそのワクチンのせいなのか何なのかっていうところで、その方には明日がなかったと、目覚めなかったということですね。まあ僕は幸いに2回目のワクチン打って普通にこうやって今動画撮ってますけど、まあどうなるか分かんないですからね。そうなの、乾燥してて、昨日ちょっと喋りすぎたって、昨日も結構動画撮ったんですけど、喉痛いですね、今。喉が痛い。冬さ、乾燥してますしね。喉痛いですよ。でもね、100時間ライブやったし、ワンマンで20時間ライブやって、20時間ライブ2回、100時間ライブ1回、まあ、山口陸さんとは裏方で1回20時間ライブ。結構やりましたね、ライブは。いやー、100時間やったね。もう絶対やんないですけど。てかもうやれないですね、100時間はさすがにライブ。でもね、100時間ライブやってる時、最後らへんにお客さんが事務所に来てくれて、頑張ってくださいっつってね、お菓子ね、なんか持ってきてくれました。まあ、やる側にならないとね。もう100時間はね、さすがにちょっと無理ですね。あれはまあ、2人でやったんで、できたっていうのもありますけど、しんどかったですね。はい。やりましょう。